嘘でしょ、妊娠してる。お母さんになんて言ったら。北上さん、ポチ、まだ登校しないんですか。慣れ慣れしく話しかけないで、キモすぎ。うっ、妊娠したんですよね。なんで。念じるだけであなたの体を思う。じゃあお前が私を。そうですよ。やった、北上愛、完璧に落ちた。